行政の聞き方というのは先週春夏決勝はあいうえおで表現しましたが、覚えていらっしゃいますかね。忘れてるかも分からないです。多分ね、重要やないからノートに書いてないと思うんですが、あいうえおね、あくびをしないね。で、いびきを書かない。で、うがね、うろうろしない。で、えが、ええとこがあったら笑う。で、おが落ちですよね。おもろなかったも笑うっちゅうね。そこまで振り線でもよろしいですけれども。酔いから集まってみんながわーわー騒いでおりまして、もじもじもじ、えらい人出てんの、大変な、えらい人気ですわ。それを言いますのもね、お菊さんがべっぴんやさかいね、そうですわ。幽霊やなかったらほっとくおなごやお前で、私は自慢やお前けどね、この20日間と言いますものはずーっと通い詰めてまんねや。20日ぐらいで偉そうになんだ。私なんかね、この3月間ずーっと通ってまんねや、そら。3月か、大したもんでんな。もう仕事もやめてね、嫁はんとも別れて、やりすぎちゃいまっか。そらそうと今日はちょっと始まりが遅いでんな。始まりじゃん、寄せやお前んやから。そうかてね、今自分だったら大概にお菊さんの幽霊こうドロドロッて出てありますよな。そういったらね、一つ気になることがあまんにゃというのはね、昨日どことのアホですわ、どことのアホはね、井戸の際にね、酒備えてましたよね。相手は若い女子やのにね、酒なんか備えて、そいつはきっとアホでんな。いや、実は若いでんねんけど。塩あるものを三宝とは、これは妙じゃの。ああ、こんなもんどうですか。塩あるもの、おみなさん、これに似てる人、みんな一人でもよりき自慢が。なるほど、一人見てよりき。しからばその方、よりきの身分存じよるか。よりきの身分は、えらい難しいことだねえな、なより。この通りでおります。たもとに持っておりまして、起き上がりこぼし、はりこのだるま、これを取り出しますというと、前へポンと踊ります。下に重りがついておりますので、キリキリキリ、ピーン。この通りでます。この通りとは、とかく身分の軽いもんだねんけどな、下におかみのご遺骨、重りがついてますよ。ひたすらピンシャン、ピンシャンしてまる。けど、ほんだら軸に潰れる骨のないやつばっかり。なんと言うか。しからばその、よりきの心意気存じよると。よりきの心意気、だんだん難しい。おめざくない、天保線一枚貸しておくなれ。投薬を取らす。天保線、穴の開いたお金がそれへ出てまいります。懐から紙一枚取り出しますというと、小指を一本寄り上げまして、天保線の穴へ通して、起き上がりこぼしのお腹のところへくくりつけます。こいつを前へポンと掘りますと、今度は横に重りがついておりますので、ごとこの通りでます。この通りは、とかく金のある方へ傾くわ。鬼畜生にも劣ると申しておった。